ねえ概要欄でしか謝罪しない YouTuber のことどう思うそれはないなねえ自分は別に悪いことをしたと思ってないけど形だけでも謝罪しないとまずいからほとんどの人が見ない概要欄で謝罪うん動画にすると自分がやらかしたって知らなかった人までそれを知ることになるけど概要欄に書けばその確率はかなり低くなる特にスマホだと開かないと何も見えないからねそうだよね てか、それって、おいお前、また俺のベーグル食ったでしょ。これで何回目だよ。もういい加減にしてくれ。黙ってないでなんか言えよ。おい、キッなんでこんなとこにこっち亀落ちてんのねえ、マジでなんごめんなさい。 これ何じゃあ、朝飯食うか。え、これスルー。何がいい豚汁豚汁作るよ。これについては一切触れないのこれで謝ったつもりなのねえ、聞いてるみたいな感じじゃねあー。てかさ、これって誰の話別に特定の人の話じゃないから。え何なんでもない。So,